どうもこんにちはです。今日もやってまいりましたね、この場所へ。今日は1月の28日火曜日、15時07分でございますね。今日は雨です。寒いですけどね、あの新型コロナウイルスのね、死者が100名超えたね、とうとうね、超えちゃったんだけどもさ、でもね、そちらに注意してる間にね、いろんなニュースが出てんだよね、世の中。ほんで一つの記事を見つけたのね。あの吹奏楽連盟の横領、1億5000万の横領だってさ。吹奏楽連盟理事長と次長、吹奏楽連盟の理事長と次長が偽装の会場費とかさ、偽装適当に作って水増ししてさ、2010年からね、横領してたんだって。2人で1億5000万、吹奏楽連盟ですからね、あなた。とんでもないね。しかしね、1億5000万だよ。自分たちの給料も全部改ざんして、適当になんとか手当とかさ、適当に決めてさ、あと会場費をさ、例えば30万円だったらばね、その会場費が30万円のところだとね、80万とかにして50万寝転ばせる。理事長と次長、そういう事件があったんですよ。つい最近つうか昨日かなんかね、ねえ、刑事告訴だよ。あのね、昔はね、昔私たちがね、若い頃の吹奏楽連盟の偉い人、トップの人はね、あの人がやってたの。元警視庁音楽隊、元警視庁音楽隊の岡田先生がやってたんですよ。だからね、悪いことなんかできないの。警視庁音楽隊だから。だからね、私の先生は2人いるのね。元 N 響のね、チューバ奏者小野崎実先生が先生でしょ、私の先生で。その警視庁音楽隊の岡田先生も私の先生なのね。そこに白坂先生が、学校の先生が入るのね。だから昔の人は悪いことなんかできないし、しようともしないよ、そんなね。1億5000万ですよ、あなた。それも偽装だって、全部領収書から全部、請求書も全部偽装。やっぱ気が緩むとか金が絡むとダメなんだな、人間はね。警視庁音楽隊の岡田先生がいればね、そういうことはない、絶対にありえない。
それも2010年からやってたってよ。2010年から4月からずーっと来そう。ところで、あなたのバンドは大丈夫ですか？うん。あなたたちのバンドの主催者の、そのお客様のさ、呼ぶ出演料とかさ、そういうのはちゃんとさ、ちゃんと請求書通りにちゃんとお支払いしてますかね？そこがね、わかんないよね。ね、有名なプレイヤーを呼んでさ、お金払うでしょ、出演料ってさ。ね、その出演料の水増しとかさ、そういうのは大丈夫なの？ちゃんと見張ってた方がいいよ。あなたたちのバンドの出演料、会場費とか、金が絡むとね、人間何やるか分からないからね。信じられないことするよね。今のね、純粋な若い人たちの音楽のその心を完全に踏みにじってんだよ。2010年から1億5000万の詐欺だよ、詐欺。刑事告訴なんてもんじゃないよね。そういうのぶっ殺せてたからね、死んでもらえましょう。だからね、ちゃんとね、バンドの会費とかさ、ちゃんと見た方がいいですよ。こうちゃんとさ、飲み会費とかこういろいろあるでしょ、会場費、出演料ね、そのバンドにいくら払ったかとかさね、有名なプレイヤーにいくら払ったかって、いや払ったのはいいけど、いくら請求してきたんだっていう話でね。ね、例えば渡辺貞子さんが出演料200万だって言ったらばさ、ちゃんと200万払えばいいよ。それ200万だって言ったところをさ、ねえ、じゃなくて300万にしといて、300万にしといて、あと200万だけ払っといて、100万自分の懐に入っかね。いや、これ例えばの話だからね。ね、その出演者たちには何の罪もないから、それ何の罪もないからね。その大げさに言うとそういうことです。うん、吹奏楽連盟の詐欺横領、1億5000万返せよね。ということで、これが私の意見です。岡田先生がいればそういうことないよね。だって警視庁音楽隊だもん、元ね。というわけで一旦切ります。